次男、次男、あの一回たこ焼き屋さん連れてもらう息子さんショットしてるよ。ええー、そうだよ、あの人、あの息子さんはなんかお父さんお世話になってる。それまた田村さん出始めた頃で、僕お見合いさせてんの。ああたこ焼き屋で年収1000万以上稼いでるじゃん。年収1000万稼いでる。これは、なこういう男で行くと、三角さんみたいな、こんなことまで行くしたことない。三角さん、全然ちゃうよね。それ反対、反対、反対、性格反対。一人どっか、犬してるじゃん。してる。で、ヤクさんは、全然喋れない。お見合いしたばっかり喋れない。三角さん、堺のエビスジェ行くときに、私、あの、阿部のあそこで待ってたわけですよ。会社の子も読んでるしね。私一人やって、サンクさんすごいなと思ったら、待ち合わせ、新三橋のサルコでね、改札の前のところで、あの、地下の立ち飲みあるでしょ、安いし、待ち合わせしたい。ほんなら、エレベーターで降りたところに、うん、あの、まんまわかりやすいし、うん、で、あの、外人が多いんですよ。あ、そう、はい、ナンバー変わる。
で40ぐらいの、まあ、切れ目の、まあ、ブラジルかどうか確認で英語喋ってないんですよ。これマジだろ。いきなりよ。いきなり日本語で思いっきり口説き始めての。意味わからん。口説きたいじゃない。喋り始めて。いや、できるのに向こうもなんか嬉しかったよ、ね、喋って。マジで。外国はあんま関係ない、年齢関係ないとかある。相手も年齢関係ないし。旅行行ったついでになんか分かったけどさ。こうやってもう口説いてくる。俺らも外人に4個やねん、いうことなんだけど。やっぱこういうと慣れてたから、多分奥さんの焼き餅焼くわと思って、やったね。娘の奥さんね。そうなんですね。ほら、顔つきも怖い。いや、男にはそれもだ。女性。敵対心女性。そういう、そういう腕、前科があるんです、多分。